はい、長谷川浩二です。JCF が出てから、10年以上が経とうとしてるんですけども、ずっとベーシック的なところは同じ釣り方で10年間ジョイコロで釣ってきたんですけど、多くの人が使ったり、自分たちがプレッシャーかけることによって、前と基本は一緒なんですけど、少しずつ魚をキャッチするための方法っていうのは形を変えつつあるので、そんな部分をね、ちょっと紹介したいと思います。
た。じゃあ行くか。いや、振って一本だ。よし、アシスト、アシスト、アシスト完了。よし、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 ちょっと深いところ入れて。はい、ここが、この1-8のジョイクロクリアピンクバージョン2で釣った間の沖の、魚礁ですね。ここは、まあ、水深がだいたい10メーター弱、9メーターちょいあるんですけど、今そこに一辺が 1.3 のコンクリートブロックが積み上げられてて、そのブロックのトップがだいたい水深5メーターぐらいで、大きな塊で、ブロックがこう一個一個の塊でこうドンとある感じなんですけど、まあ、そのトップの5メーターを、まあ、これで狙っていきましたね。でコンディションによってその5メーターの上にサスペンドしている度合いが違ってくるんで、まあ、上から順に探っていくような感じで、魚礁の外側から中へ投げて、でまあだいたい水深、まあ、1メーターぐらい、そこから今度、まあ、2メーターぐらいで、今度は3メーターちょいぐらいっていう感じで、どんどんレンジを下げていって、バスをキャッチしました。でも、まあ、こういう、まあ、魚礁みたいな場所を狙うときは、まあ、見えないので、どうしても魚礁に対して魚礁の上にボートが乗っかってしまったりとか、ポイントに入るときに魚礁の上にボートが入ってしまったりとかすると、浮いてたバスが沈んでしまって、そういうバスを今度ジョイクロで狙うことを釣りにくくしてしまうので、まあ、GPS なんかを、しっかり使って、まあ、魚礁の手前で止まって、ボートポジションは魚礁の上に乗らないように、魚礁に乗らずに魚礁をまたいでトレースするっていうのがすごい重要になってきますね。で、まあ、ローランスを使ってるんですけども、まあ、この GPS の画面で説明すると、魚礁のアウトサイドのエッジがマーキングしてあって、まあ、その外側にボートポジションを持ってくる感じですね。で、次線から、輪っかが出てると思うんですけど、1個目の円が今の尺図でいくとだいたい20メーターで、今の、いる位置から、まあ、魚礁の方に向かって投げるとだいたい30から40メートルぐらいは飛ばせるんで、魚礁の真ん中よりかはもう少し向こうぐらいまでルアーは飛ぶと思います。まあ、だいたいこのぐらいの位置か、もう少し近づいてもいいですけどね、このぐらいの位置から、まあ、魚礁に向かってキャストする感じ。まあ、この GPS の既に確認していれば、まあ、誤って魚礁の上に乗ってしまうってことはないんで、しっかり、あとはこのボートを止める。で、まあ、赤いこうマーキングしてあるのは自分のボートをしっかりステイさせるためのマーキングですね。まあ、早く沈める時の、まあ、技というか、こう結構特にこう波立ってない時はラインがずっと浮いた状態で引いてくると、それに釣られてルアーが上に上がってくるから、深く入れたいときは浮いたラインを先に沈めてからリトリーブに入る。まあ、ジョイクロって一言で言ってもね、まあ、投げて巻くだけの中にいろんな使い分けがあって、で、まあ、小さな使い分けで取れなかった EP が取れるようになるっていう、非常にそういう部分も、まあ、ゲーム性の上においては面白いルアーだと思います。で、まあ、そこを応用すればね、まあまあ、今回はホッコだったんですけど、まあ、何個だったり、まあ、琵琶湖以外のフィールドでもね、いろんな使い方によって状況さえ合えばいい結果が出せるんじゃないのかなと思うんでね、まあ、特に何個なんかで言ったら、僕もまだまだジョイクロちょっとやりに行ってみたいかなって思ってるので、
ほら、ただただ、あー、乗らねえ、乗らんかった、当たったのに。当たってこうなった、当たってこうなった、今これドン、つつかれたの多分。うって、もう合わせるかと思ったらそのまま乗らんかった。当たった後から引き心地はおかしくなったなと思った。あれ、藻が引っかかったんかなと思って、ずっと長い風になったやっぱ藻じゃない。よし来た、もうね、ひったくられた。これさっきの当たりだな、しゃがでかいぞ。よっしゃ、抜けちゃえ抜けちゃえ。